沖縄県の伝統楽器、参戦、三振がベトナムを中心とした海外輸入品に押されている。業界団体の調査では県内販売分のうち7割が輸入品だ。関係者にはシェアを奪われ職人の育成が進まず、技能継承が難しくなるのではとの危機感が広がる。海外品と再化するブランド化の構想も動き出している。年間201点、超以上を売る大型店では、 取り扱う3000の73%が海外産。県内の芸能関係者や有識者で作る県産産。